三浦義偉は戦国時代の武将、相模三浦市最後の当主、通称は光次郎、関都名は壇上小筆、三浦義奴の嫡男として誕生、室にマリアツの部活の娘、マリアツ女官の妹、父から相模国三崎城を与えられ、永生七年頃家督を譲られる、八十五人力の勇士の異名を持ち、 足利正氏や上杉智義に従って、北条総運と戦うが、栄翔十年頃には、岡崎城、住吉城を、後北条氏によって奪われて、三浦半島に押し込められた。父と共に、三崎城に籠もって三年近くにわたって牢城戦を継続するが、ついに、三崎城は落城、父、義安の切腹を見届けた後に敵中に突撃して、討ち取られたという。 これによって、三浦氏は滅亡し、北条氏による相模平定が完了することになる。三浦上心、北条五代記には、背丈は七尺五寸と伝え、最後の合戦で身につけた甲冑は、鉄の厚さが二分、白樫の丸太を一条二寸に筒切りにしたものを八角に削り、それに不死金を通した棒を持って戦い、逃げる者を追い詰めて、兜の頭上を打つとみじんに砕けて銅に達し、 横に払うと一振りで五人、十人が押しつぶされ、棒に当たって死んだ者は五百余命になった。敵がいなくなると、自ら首をかき切って死んだ、と記されている。北条五大期より前に成立したと推測されている、北条記には、そのような記述はなく、栄昇15年7月11日に、父、義奴や家臣たちと共に討ち死にした、と記されている。ありがとうございます。